シュベービッシュ春、シュベビッシュ春、標準ドイツ語、シュベービッシュホールは、ドイツのバーデン・ビュルテンベルク州北東部、ハイルブロンの約3 7トル東、シュトットガルトの約6 0トル北東に位置する都市である。この街は、1802年から1934年まで、あるいは今日でも日常会話では、単に春と呼ばれていた。 シュベービッシュハル軍の軍庁所在地であり、最大の町であって、中心的都市の役割を担っている。1960年10月1日以降、シュベービッシュハルは、グローセクライススタット、グロザクレイススタット、中核地方都市を意味するとなった。シュベービッシュハルは、ミヒエルバッハーンでリツ、ミヒエルフェルト、ローゼンガルテンといった、周辺自治体と行政共同体を形成している。 シュベービッシュハルは、険しく刻み込まれたコッハー川の渓谷の古い潮位に位置する町である。新しい地域は、川の両岸のシュバーベンフランケンの森に囲まれたハルボン地域帯に及ぶ。以下の自治体がシュベービッシュハルに隣接し境界を接している。北から時計回りに、ウンターミュンクハイム、ブラウンスバッハ、ボルパーツハウゼン、リルスホーフェン、フェルベルク、 オーバー・ゾント・ハイム、ミヒエル・バッハーン・アビルツ、ローゼン・ガルテン、ミヒエル・フェルト、以上、シュベービッシュ・ハル軍及びバルトブルク、ホーエンド・ウェ盟軍。シュベービッシュ・ハルは、一つの中核地区と八つの周辺地区、すなわち、ビーバース・フェルト、エルタース・ホーフェン、ガイレン・キルヒエ、ゲルビンゲン、ズルツドルフ、チュンゲンタール、ベックリーデンに分けられる。 これらは1970年代になってから行われた合併の結果出来上がった構成である。これらの地区はバーデンビュルテンベルク州の市町村法が適用される小さな自治体としての位置づけを同時に有しており、すなわち地区議会や地区運営責任者を有している。地区議会は各地区の選挙権を有する住民の投票で選出される。さらに各地区には管理事務所が置かれ、 地区の町役場として機能している。中核地区と地区はさらに小さな居住区に細分され、その名前に別力あるいはボーンプラッツをつけて居住区名とする。シュベービッシュハルは上級中心都市ハイルブローンを核とするハイルブロンフランケン地域連合の中級中心都市である。中級中心都市としてのシュベービッシュハルが管轄する都市や自治体は シュベービッシュハル群の南西部にあたる地域で、具体的には、ブラウンスバッハ、ビューラータン、ビューラーツェル、フィヒテンベルク、ガイルドルフ、ビルスホーフェン、マインハルト、ミヒエルバッハアンでアビルツ、ミヒエルフェルト、オーバーロート、オーバーゾントハイム、ローゼンガルテン、ズルツバッハラウフェン、ウンターミュンクハイム、フェルベルク、ボルパーツハウゼンである。ュテンベルクのフランキッシ地方に位置する町、 シュベービッシュ春は記録されている、最も古い文書ではターンに春と呼ばれている。この言葉はしばしばケルト語の塩の意味であると解釈されているが、多分ニシュゲルマン語由来の熱の作用で乾燥させるといった意味で、塩田で塩を煮詰める作業を意味しているのであろう。この町は中世の初めにはシュバー弁公爵領には属しておらず、東フランク王国に属していた。 ギズレベルト・フォン・モンスの年代記、1190年では、ハリム・イン・スービアとして、項目を起こして、以下のように説明している。すなわち、この町は、当時シュタウフェン家の支配地域に属していたため、その全領土の中でも、最も重要な所領である、シュバーベン公国の名前をとって名付けられたのだ。シュベービッシュハルの名前が定着するのはもっと後の時代で、 これは現在で言う14から15世紀の帝国都市とフランク王国との深刻な圧力に対してビュルツブルグの法廷が下し裁定に基づいている。1442年に議会はこの町はシュベービッシュハルと呼ばれシュガーベンの土地に位置しておりビュルツブルグの法廷の管轄外であると説明している。1489年にこれが議会の公式な結論であるとされ、 あらゆる公式文書にこの町は、シュベービッシュハル、あるいは、ラテン語で、ハラスオバラムと記述されることになった。その後、近隣地域の大部分が、フランケン帝国クライスに加盟していたにもかかわらず、シュベービッシュハルは、1521年に、シュバーベンクライスに加盟した。1802年に、ビュルテンベルクに編入されて、以後は、シュベービッシュはこの町の公式な名称から、 抹消されたが、確かに、かつての帝国を連想させる、不都合な名称ではある、日常の会話の中では、慣例的に使われ続けた。ところが、第三帝国時代、1934年になると、シュベービッシュは、再び公式な名称として使われるようになった。その理由は、同じ、春という名前を持つ町を識別することだけではなかった。 現在この町がある場所に初めて人が住み始めたのは新石器時代およそ紀元前6000年という証拠がある。彼らは深い国派渓谷場の高地やあるいは現在のクロイツエッカー地方やヘッセンタールの一部に住んだ。今日の地域でケルト人の生炎業が始まったのは紀元前5世紀から1世紀であったことが証明されている。塩分を含んだ 地下水を汲み上げ加熱することで使用を得ていた。古代の居住地域と中世のシュベービッシュハルトの連続性は未だに証明されていない。春の存在を示す転居となる最初期の文書はおそらく、エイリンゲンの寄付行為書であろう。この文書は、儀書で1037年の日付を持つが、実際には11世紀の末に創作されたものである。 防御に不向きな谷間に中世都市が成立した理由は、声援にあった。この町は、最初小室手伯爵寮であったが、1116年に伯爵家が断絶した後したウフェン家の勢力家に移った。都市への発展は、12世紀に、いくつかの段階を経てなされた。1156年のセーミヒャエル教会の、性別記録の中に初めてシュェービッシュハルが明確に、記載されている。 春に、貨幣の鋳造局を創設したのは、おそらく、フリードリヒッセイ、フリードリヒ・バルバロスサであろう。この鋳造所で、ヘラー効果、イコールハラープフェニヒが製造された。大量に製造された薄い銀の小学効果はたちまち、帝国中あるいは、帝国の外へ流布していった。1204年に、シュベービッシュハルは初めてしたと、都市となった。セ0 0と、 貨幣鋳造がこの町に経済的活力を与えた。ルドルフ・フォン・ハップスブルクは1280年にリンプルク県借自住家との間の死の統治に関する争いを終結させ、シュベービッシュハルが帝国都市となることを可能にした。支配層はシュタウフェン家の華麗の羊を持つ都市貴族であった。内紛の後、非貴族の者が統治者の一部を占めるようになった。 1340年の皇帝ルートビヒホンバイエルンの法令書は1802年まで小規模な修正を加えられながらも有効であり続けた。最も重要な機関は司会ラートであり、そのトップとして市長シュテットマイスターあるいはビュルガーマイスターを置いた。司会は12人の貴族、6人の中流市民、8人の職人で構成された。こうした 都市貴族の主導権は1509年から1512年の第二次紛争により破壊された。この後、市民階級や増加するアカデミックで知的な上層階級が主導権を握った。14、15、16世紀には帝国都市シュベービッシュ春は組織的にその半島を拡大していった。いつでも機会があれば支配権を買い上げ、必要とあれば武力で防衛も行った。 最後の大きな収穫は1595年にフェルベルクの統治権を買い上げたことであった。1522年以降この地で働いていた神学者、ヨハネス・ブレンツは1523年に宗教改革に移行し始め、1543年の教会法令集で移行を完了した。この帝国都市は1525年のドイツ農民、戦争の際に、 放棄した農民に対して守り抜いた数少ない自治組織地域の一つであった。シュマルカルデン戦争でこの町はプロテスタント側についたことで皇帝カール5世に多額の保証金を支払わなければならなかった。三十年戦争では皇帝軍、フランス軍、スウェーデン軍と入れ替わり訪れる占領軍に耐えた。百三十四年と百三十八年の間、 住民の5人に1人が伝染病や飢餓の犠牲者となった。それにもかかわらず、戦争終結後には素早い復興を見捨てた。火災がこの町をたびたび襲った。1316年には町の大部分が消失し、1680年には落雷が原因の火災でゲルビンガー郊外の建物約100棟が失われた。百二十八年の大火では旧市街の二 三が消失した。294件の民家と共に、二つの教会、病院、市庁舎や声援所も焼け落ちた。この時の復興で、町は、現在見るようなバーロック様式の景観となるのである。低成期の終わり頃には、自由帝国都市シュベイビッシュ春の統治する地域は330キロ平方メートル、人口2万千人であった。これは、三つの都市、21の教区。 90の村や集落を包含していた。この地域は、コヒエニエック、ローゼンガルテン、ビューラー、シュリヒト、ビルスホーフェン、フェルベルク、ホンハルトといった自治体に分割された。1802年、帝国都市シュベービッシュ春は、ナポレオンの同意により、ビュルテンベルクに併合された。それは、ラインサガン一帯をフランスに割譲する代償としての同意であった。 この町はオーバーアムト、ビュルテンベルクの区画行政都市となったが、この町に付属していた町や村は別のオーバーアムトに属する独立した行政区画とされた。この後、町は長く続く停滞と交退の時期に入った。ナポレオン戦争が町の財政を破綻させたのだった。商人や職人はバイエルンのフランケン地方にあった市場が新しい国境によって分断で、 伝統を持つギムナジウムも1811年にラテン学校に降格されてしまった。それまでは多くの市民の私有財産であった、生炎工場も国家に接収された。その保証交渉は1827年までかかった。取り決められた高級的な貸借料は今日まで当時の所有者の子孫に支払われている。しかし、貨幣価値の変動に関する取り決め話されていなかった。 ため、その価値は大幅に下落してしまった。製工場は1924年に閉鎖された。オーバーアムトとなったことにより、この町に役所が設置された。1807年にカメーラルアムト財務局19、1919年からは税務局、1811年にオーバーアムト裁判所、1879年からは区裁所、日本の簡易裁判所にあたる置かれた。 さらに1839年、刑務所を設置するよう指示があり、旧市街の縁にある町のシンボルというべき建物である、ノイバウがこれに当てられ1846年は、使われた。また、1868年には、軍裁判所、上級審を行うが設立され、オーバーアムト裁判所、イコールク裁判所の上位に置かれた。1932年には、抗議があったにもかかわらず廃止された。 さらに1896年には、労働局が設立されたほか、教育、鉄道、郵便、通信、道路建設、関税、軍事の行政機関が設置された。1848年革命の際には、シュベービッシュ春で混乱はあったものの、暴力沙汰に及ぶことはあまり多くなかった。市民の多数は民主的な考えを持っており、 フランクフルト国民議会には、穏健な共和制論者であるシュトットガルトの教授、ビルヘルムツィマーマンを選出した。1848年秋、ビュルテンベルク政府は、市民の無政府主義的思想のために軍隊による占領を行った。数人の地方の共和制指導者が方変アシペルクで、逮捕され、後にアメリカ合衆国へ移住させられた。帝国の終わりまで、 市民の大部分は左翼自由主義の考えを持ち、それにふさわしい人物を帝国議会や両方議会に選出し続けた。SPD の地方事務所が1864年に開設されると、たちまち労働者の代弁者として認知され、選挙では投票数の1、4を獲得した。シュベービッシュ春の工業家は住民を困惑させた。それは、 本質的に伝統的な手工業の仕事を創出させた。1862年にハイルブロンへの鉄道開通は根本的な変化をもたらすものではなったが、観光客が増え、保養地としての発展には寄与したといえる。住民の多くは工業密集地域の近郊や海外に移住した。このため、19世紀の人口は微増にとどまった。20世紀の初めになると、 旧市街地の周辺に入職者が増え始めた。これに対して、市はこの地域の教育の中心的役割を回復した。1877年に、かつてのギムナジウムを復旧させることに成功したので、ある。また、さらに重要なことは1886年に、聖公会病院が開設され、サービス業の発展を促した。この病院は、 現在もこの町の住民の最も大口の雇用者の一つである。1914年から1918年の第一次世界大戦中、商業兵の療養地となっていた。この頃、バイマール共和国が深刻な政治環境の変化に直面していた。左翼自由主義を掲げるドイツ社会民主党は急速に支持を失い、多くの市民が共和制に敵対していたドイツ。 国家主義政党 DNVP を支持するようになった。ナチス幹部のクリスチャン・マーゲンターラーは1922年には、すでに国家社会主義ドイツ労働者党の支部をこの町で組織し、翌年には180から200人の党員がいた。1925年に一旦解散するものの1930年には新たに設立されている。SPD が シュベービッシュハルで最大の政治勢力であったのは1932年と1933年の選挙までであった。1920年代には市の周辺地域への入植が始まっている。この頃、国家社会主義は1936年からは空軍の中屯地であったシュベービッシュハルヘスセンタール空軍基地の建物を拠点して浸透していった。 この空軍基地は二つの大戦後は1993年までキャンプドーランと呼ばれるアメリカ軍の基地となった。第二次世界大戦では爆撃機や世界で初めて組み立てラインにより製造されたジェット戦闘機であるメッサーシミットメ262が配備されていた。基地近くのカモフラージュされた工場では強制労働を課された人々によって組み立てがなされていた。 1933年、ユダヤ人地区から逃亡したメンバーがいたために、残された121人が包囲され、この場で拘束、抹殺された。シュベービッシュハルに住んでいたユダヤ人、約40人が、ホロコートの犠牲者となった。聖公会の障害者保護施設にいた270人が、1940年、いわゆる安楽死政策の対象となり、強制連行され、 その大部分が殺害された。1944年、800人を収容するヘッセンタール強制収容所が開設され、空軍基地で修理作業をさせられた。少なくとも182人が殺害、上、病気のために亡くなった。アラッハの郊外にあるダッハウ強制収容所でのヘッセンタールの死の更新では、さらなる犠牲者を数える。1945年4月17日、 アメリカ軍がこの町に入った。歴史的な旧市街地は大きな戦争の被害を受けた。シュベービッシュハルは第二次世界大戦前にはすでにコムブルクを含むシュタインバッハヘッセンタール、ハーゲンバッハを併合していた。1938年、シュベービッシュハル軍のオーバーアームとシュベービッシュハルとなった。1950年代には、 シュベービッシュ春の人口が2万人を突破した。これらの結果に基づき、市当局はグローセクライスシュタットへの昇格を請求し、バーデンビュルテンベルク州の州政府は1960年10月1日にこれを施行した。こうした流れの中、1970年代の自治体改造で、シュンゲンタール、ベックリーデン、ツルツドルフ、ガイレンキルヒエン、ビーバースフェルト、 ゲルビンゲン及びハイムバッハの各自治体をシュベービッシュハルに含むこととなった。1973年1月1日には軍の改造がなされ、シュベービッシュハル軍は現在の広さに拡張された。1982年、バーデンビュルテンベルク州の第3回地方庭園博覧会のホスト都市となった。シュベービッシュハルはこの地域の教育、商業、 文化の中心都市であり、機械工学などの中小企業の町でもある。1944年に、ベルリンから、ドイツ国民銀行住宅金融広告株式会社が、疎開手以来、現在では、シュベービッシュ、春住宅金融広告株式会社として、この町最大の雇用者となっており、2001年までは、最も大口の営業税を納める企業であった。 シュベービッシュ春の地域は、もともと、ビュールツブルグ市教区に属し、ランドコピテル、地区の拠点春と分類されていた。市当局からセイミハイル教会の説教師に任命された神学者、ヨハネス・ブレンツはこの帝国都市を1522年に宗教改革へと導いた。宗教改革が浸透した総仕上げとして、1543年に教会法令集が印刷され、 この町や地域に対して拘束力を持った。司教の任命を通して、春の首都局は、ランドコピテルの小教区にまで、宗教改革を埋めた。これらの小教区は、帝国都市当局を上位監督機関とする、事実上、春地方教会とも言うべき、集合台を形成した。1534年、ついにこの町のカトリック教会、聖ヨハン教会が閉鎖された。皇帝カール五世が、 カトリックの司祭を説教団に呼び戻すまでの移行期を強制的に設けたのは1548年であったが、これは本筋とは関係のないエピソードに過ぎなかった1558年まは1559年まで。この町は19世紀になるまで純粋にルターハ福音主義教会信徒の町であった。ビュルテンベルクとの関係からこの町の教区は ルター派のビュルテンベルク福音主義宗教会に属している。病院のある小教区、聖アーバン、ウンターリムプルク、聖ヨハン、ゴットボルスハウゼンは1812年に廃止され、その後に残った小教区は聖ミヒャイルと聖カタリーナの二つだけであった。シュベービッシュハルには教区監督職が置かれた。それは現在では周辺地域の教区をも管轄している。 シュベービッシュ・ハル統合教区は、イミヒャエル教会と、聖カタリーナ教会、市街地内部、2004年に小教区連合を形成、ヨハンネス・ブレンツ教区、ロルホフ、ライフェンホフ、1955年に創設、クロイツ・エッカー教区、クロイツ・エッカー・ジートルング、1964年創設、ゾフィー・シュロル教区、ハイム・バッハ・ジートルング、トイラース・ホフ、 1992年創設、ルカ教区、ハーゲンバッハ、1976年創設から構成される。さらに2002年からは教区共同体として、南ドイツ教区連合に統合されている。福音主義教会教区が、ビーバースドルフ、ガイレン・キルヒエン、ゴットボルスハウゼン、ゲルビンゲン、エルテース・ホフェン、ヘッセンタール、シュタインバッハ、ツルツドルフ、チュンゲンタールに、 再び設立されている。帝国の宗教施設であったコムブルクではカトリックの信仰が保たれた。反宗教改革の流れにもこの教会の所領ではその信仰は保たれたというよりはむしろコムブルクが所有する土地や所領は再カトリック化され程度の差はあれ再びカトリック信仰になったのであった。今日のシュベービッシュ春のシュタインバッハ地区、ヘッセンタール地区、 中原タール地区にあたる。シュタインバッハには小教区が置かれた。1802年にはシュベービッシュ春の終焉にカトリック信者が再び住み着いた。最初の大規模な移住団は1860年代の鉄道建設従事者たちであった。その後、1945年まで故郷を追われた人や亡命者たちが流入し続けた。1887年以降、 彼らは再び自身の小教区、聖ヨーゼフを築いた。この小教区は、現在、旧市街地区、市内のブライテンシュタイン地区、エルタースホーフェン地区、ゲルビンゲン地区、ベックリーデン地区、及び近隣のウンターミュンクハイム、エンスリンゲン、ウプリクスハウゼン、クプファーのカトリック信者を担当している。シュベービッシュ春の第二の小教区、クリストスケーニヒは1967年に、 組織されたが、教会は1961年にすでに、ハイムバフハジートルング園に建てられていた。この小教区は、現在、ハイムバフハジートルング地区、トイラースホフ地区、ビーバースフェルト地区、ガイレンキルヒエム地区、ゴットボルスハウゼン地区、および、近隣のミヒエルフェルトとクナーデンタールのカトリック信者を担当する。第三の小教区聖マルクスは、 ハーゲンバッハ地区及びラーゼンガルテンのカトリック信者を担当する。シュベービッシュハルのカトリック教会には以下のものがある。ヘッセンタールの聖マリア系二人です。フリーデンス教会。この教会は、ズルツドルフ地区、チュンゲンタール地区及びフェルベルク市も担当している及び、洗礼者聖ヨハネシュタインバッハ教会。この教会は、ミヒエルバッハ、ビルツとローゼンガルテンのツラウ地区も単当たる。 これらの教区組織は、ロッテンブルク・シュトゥットガルト市教科・シュベイビッシュ、春主席司祭職が司さる二つの種牧単位を形成している。こうした二大キリスト教組織の他に、シュベイビッシュ春には自由教会、アドベンチスト教会、ヘッセンタールの福音自由教会、福音メソジスト教会、ゾイマルクトのキリスト教会も存在する。 新宗教のエホバの承認を信仰する者もいる。ユダヤ人の自治組織は中世に成立し、1241年に初めて記録に現れる。1349年にはデプロイのために破壊されるが、その後、成立と破壊を繰り返し、最終的には15世紀に消滅した。1688年に永続的なユダヤ人入植地ができた。 彼らは出通伝、保護ユダヤ人と呼ばれ、市民権を持たず、多くの制約の下で生活しなければならなかった。シナゴーグは、ウンテイリムプルク地区やシュタインバッフハ地区の住宅用の建物が流用された。1738年から1739年頃、ポーランドから来たエリーツアズスマンによって描かれた、ウンターリムプルクのシナゴーグの壁板は、 シュベービッシュ春のヘリシュイコールフレンキッシュエモノ館の最も貴重な展示物であろう。帝国が終わりを迎える1802年以後、制約は緩和され、最終的には1864年に市民と同等の権利を得て、制約は消滅した。1828年にはユダヤ人自治区、シュタインバッハ春ハが発足し、1809年にシュタインバッハにシナゴーグが建てられ、 1893年には春に礼拝所が追加された。周辺の村からの移住者で、自治区は最大300人近いメンバーに拡大したが、その後海外に移住したり、より大きな都市へ移ったりしたために縮小し、1933年には125人となった。この後、ユダヤ人自治区は、ナチスの恐怖政治により破壊され、メンバーは海外に移住したり、 強制的に連行され殺害された約40人が犠牲となった。1946年から1949年の間、ホロコーストから生き延びたユダヤ人たちはシュベイビッシュ春の3つの施設に収容された。1980年代以降、市はかつてのユダヤ人居住者に接触し、彼らが例えばイスラエルやアメリカ合衆国で暮らせるよう取り計らった。 1990年以降、かつてのソビエト連邦からの移住者が、ユダヤ人居住区に再び住み着いている。1960年代以降、外国人労働者として多くのトルコ人がシュベービッシュハルにやってきた。彼らは、この地域の1000のムスリムのうち、約800人を占めている。1979年には、 トルコ人労働者の互助会とスポーツ協会が組織され、2004年からはトルコ人ムスリム教徒の自治区がガイルドルフ街道沿いのメフラーナモシェに作られた。以下の自治体は全てシュベービッシュハル軍に属していたが、シュベービッシュハル氏に編入された。各時点での地域の人口を示す、地域の変遷は全校参照。人口数は推定値、国勢調査結果。 あるいは、各時点での統計局、あるいは、居住区役所の公式文書による。国勢調査結果、シュベイ・ビッシュ春の市議会は、議席数38で、当選者は、ステイドトラトン、ステイドトラットという肩書きとなる。市の文章は二つの部分からなる。上半分は、黄色い背景に赤い円があり、その中に黄色い十字が描かれており、 下半分は赤字に白い縁取りのある青い丸があり、その中に白い手が上を示して描かれている。この紋章は、シュベービッシュハルで鋳造されていた、中世の貨幣である、ハーラー効果の両面を示している。シュベービッシュハルには、連邦アウトバーン6のハイルブロンニュルンベルク入り口がある。さらにブンデスシュトラーセビー14が、シュトゥットガルトニュルンベルク、B19 が、 ウルルルルムアーーレンシシュュベビビッシュハルビュツブルグを結んでいる。この町は、シュトゥットガルト・シュベービッシュ・ハル・クライルスハイム、ニュルンベルクと結ぶムル鉄道の沿線に位置している。この路線の駅は、ヘッセンタール地区にある。ここから、エーリンゲンを経由して、ハイルブロンに至る、方変動へ鉄道が分岐している。この区間に、シュベービッシュ・ハルシ駅がある。地区を越えた、 公共交通機関のバス路線もある。すべての交通サービスは、シュベービッシュ、春近郊交通グループに属している。シュベービッシュ春は、同盟の軍の軍長所在地である。さらに、公立の職業紹介所、税務所、交渉役場がある。シュベービッシュ春には、区裁判所がある。これは、ハイルブロン地方裁判所の下部組織であり、さらには、 シュトットガルト上級地方裁判所の下部組織にあたる。この町はまた、ビュールツブルグの福音派のシュベービッシュハル地区協会の所在地でもあり、ローテンブルクシュトットガルト市教区の首席主催職の所在地でもある。シュベービッシュハルには、私立の専門単科大学、ユニバーシティ・オブ・アプライド・サイオンセス、応用科学大学がある。これは、 財団法人デアホスピタルツムハイリージャンガイストイン、シュワベシュホールによる国家認定の専門単科大学である。シュベービッシュハルの基本教育については、二つのギムナジウム、シュールセントラムベストのエラスムスビトイコールギムナジウムと、セイミヒアイル教会の近くにギムナジウムがある。二つの実家学校、シュールセントラムベストのレオンハルトケルン実家学校と、支援検税実家学校、 二つの機関学校、支援権税実家学校付属機関学校と、シュールセントラムベストのトーマス・シュバイカー実家学校県機関学校、一つの障害者学校、フリーデンスベルク学校、さらには、たくさんの基礎学校がある。シュベービッシュハル群には三つの職業訓練校、営業の学校、商業学校、ジビラエーゲン課生学校がある。さらには、 言語奨者のための学校もある。以下の私立学校が、シュベービッシュ春の教育環境を向上させている、財団法人、シュベービッシュ老人法務連盟の老人用語学校、シュベービッシュ、春福音派社会教育学生学校、ハイムゾンレンホフの福音派養語教育看護学校、シュベービッシュ春自由バルドルフ学園、シュベービッシュ春新教社会法師団の描写と、病人看護の学校、 ハイムインフライヤー、トレーガーシャフトの精神障害者のための用語学級を持った、ゾンネンホーフ用語学園。コムブルクには、教師のための継続教育と、自己教育のための学校がある。見どころは、多くの歴史的建造物がある、旧市街に集中している。その大部分は1728年の大火事以降に、建てられたものである。マルクト広場、ローゼンビュール。 コッハー川の間の南東部、ゲルビンガードールやカタリーネン地区、バイラー地区に中世後期の古い民家が残されている。特に優れたものを以下に述べる。周辺居住区には以下の境界がある。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。